はい、皆さん、こんにちは。このウェビナーは、今日から始められる実践動画内成化と題してセミナーを実施いたします。9月までは、企業が今すぐ動画内成化に取り組むべき理由という内容で、これから動画内成化を行いたか、行いたい方を中心に実施しておりました。こちらのアーカイブも全6回ございますので、ぜひご覧ください。そして、 今日から始められる実践動画内製化シリーズは第3回にわたってより実践的な動画内製化のティップスや課題解決についてご紹介いたします。で今回はですね、第2回になります、えっと。動画の設計と材料集め、初めてでもできるシナリオ作成と収録のノウハウについてご紹介いたします。 ついちチャットボックスの質問にも答えていきたいと思いますので、ぜひコメントいただけますと幸いです。私はアドビでビデオ製品のマーケティングを担当しております、田中と申します。そして今回の講師を務めていただくのは、前回に続き映像作家、音楽家の大須賀淳さんです。大須賀さん、よろしくお願いいたします。 はいよろしくお願いしますはい1回目に続き今日は第2回目ですねはい、はいはい、大阪さんは結構もう幅広く映像講師、ね、インハウスあの動画内製化だけでなく映像講師だったりとか、はい、ご自身でも企業の映像制作されていると思うんですけども、はい、まずは大阪さんの自己紹介を簡単にお願いできますでしょうかはい、はい、では自己紹介させていただきます、うん、え前回ですねお会いした方も初めましての方もよろしくお願いいたします大阪淳と申します 普段フリーランスでですね映像や音楽の制作を行うと同時にさまざまなです、ね、雑誌とかウェブバイターなんかで記事を書かせていただいたりまた学校ですとかまた企業様の研修とかでですね映像の作り方をレクチャーさせていただいております最近はですねもう映像のプロだけでなく一般の企業様などにもレクチャーする機会が増えておりその中でですね作り方ものを今回また皆さんにお届けできればなと思っております はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ます本当に最近プレミアプロのね、今までやっぱりプロ向けっていうあの講師がきっとお菅さんも多かったと思うんですが最近やっぱりね、はい、そのプロでない方々への講習なんかも多かったりしますよね。もうバラエティ飛んでますね。飛んでますね。最近, <laughs> 最近本当にね、いろんな方にレクチャーしてますよね。<laughs> <laughs> はい、ありがとうございますで。今回第2回目ということで、前回第1回は視聴者に響く テーマ選びと動画制作の流れについてお話いただきましたあのご覧になっていただいた方もいらっしゃると思うんですけども簡単に振り返りを行ってみたいと思いますのでお願いしますはいじゃあ前回のですねスライドちょっと出しますえまあ、前回は、えー、動画内線ですね向いたテーマ選びとかですねあとは動画ってどの流れで作るのかなというのをざっくりとお話しさせていただきましたでテーマ選びですね前回3つのポイントに絞ってお知らせしてまあ、1つ目が ギブ型型ではなくテイク型これどういうことかというとギブ型っていうのはもうちょっと僕の意見見てください作品見てくださいとお願いして見ていただくタイプですけどテイク型は役に立つ情報ですねもうお客さんの方から探しに来て見ていただけるようなそういった動画を作ってあげるとタイプですね内製化の意味があるというところがありました。で2つ目ででですすけどタイイトルルとサブネイルあの扉のが静止画ですねあれで 結論が何なのか結構わかるようなテーマだと、まあ、もちろんですね見られやすいですし作るところもやりやすいと、えー、そういったところをご紹介しましたはいでもう一つですねこれ大事ですけど続けていけるということで習慣化できる動画、えー、これはですね習慣化できるっていうのは作る方ももちろんですし見ていただく方もあ今日あの動画アップされてるかな見ようかなと習慣にしていただけると強いというところですね、えー、これアーカイブありますのでぜひ詳しくご覧くださいで 動画の流れですね作りの流れ前回この企画の考案というところでちょっとだけこの絵コンテとかですねこういったものえこれをご紹介したんですけど今日はこの2行目と3行目ですねコンテってどうやって具体的に作るんだろうっていうところやまた収録や素材を集めてなんかですねスムーズにできるポイントそういったところをこ今日はご紹介してまいります。す前回、ねはい、このお話しした時にすでにで 1>, 第1回目でコンテの質問だったり多く頂い,いてたんで,そ,で、ね、<laughs> その辺りはねこの第2回で今日深くお伺いできればいいなと思っておりますのでよろしくお願いいたしますでは今日は第2回は動画の設計と材料集め、はい、初めてでもできるシナリオ作成と収録のノウハウについていろいろとあのご紹介いただきたいと思いますのでは改めてよろししくお願いますよろしくお願いします。 で,はですね今日かかかららははここ新しいいスライドで行かせていただきます、はいまあ、今日の内容ポイントなんですけど、まあ、シナリオとか先ほどのエコ音テですねそれをもう初めての方でもあこうやって考えればいいのかという、えー、作り方のポイントですねそして収録また素材集めの時に困らないポイントそして皆様からご質問いただいたものをお答えしていくというこんな構成でやっていきますで今日ですねこれを見ていただいた後はあの 迷った際です、ね、といろいろ迷うことがあると思うんですけどその時に解決できる方法論それを身につけていただいて着実なペースで動画を作れるようになる、えー、そういったところを目指してまいりますはいではですねまず第1個目なんですが今回ですねこんなものを設定してみました。 ななんか動画のセミナーっぽくないですけど、えー、このですね威厳のある方は、えー、ルネ・デカルトさんという人で、まあ、フランスのですね哲学者数学者偉人なんですが、えー、有名な言葉だと「我思うゆえに我あり」とかですねそんな有名な言葉があったりしますけどこの方いろんないい言葉を残していて私が大好きなのが困難は分割せよという言葉があります実はこれがですね動画を作る時に非常に使える考え方になります。 制作上で生じる迷い、問題ですね、いろいろあると思うんですけど、その一つ一つをもう簡単に解決できるサイズまで分割することで一気に解決しやすくなる。えー、そういう考え方になります、えー。今日はですね、ポイントポイントでこれが出てきます。で、これをですね、もう少しちょっと言い換えてみると、はい、こんな言い方もできます。 えー、こ,のことわざだと逆なんですけどね「木を見て森を見ず」って言葉がありますけど、えー、どうしてもですね動画のシナリオをどうやって作ったらいいんだろうって迷っちゃう方って逆の方が多いです。森をを見見て木を見ないつまり、えー、シナリオというですね大きな森が広がっていてもうどっから何をしたらいいんだろう途方に暮れてしまう結構ご質問もこういうの多かったです。えー、そこでもう森と考えるんじゃなくてこれは一本一本の木だと考えてあげるつまり分割してあげることですね。 そうすることで非常に簡単なことを繰り返していくだけであら不思議いつの間にかシナリオができてしまうというです、えー、そのですねやり方を今日はやっていこうかなと思いますはいじゃあもう少し具体的なですねとこ行ってみましょうはいまずですねまああの絵コンテとかも作るんですけど最初は文章でですね書いてあげるとやりやすいんですけどじゃあシナリオの文章ってどう書いたらいいんだっていうところなんですがはいおすすめなのが 小論文型型ではなくて Q&A にするというとところですね、まあ、小論文とかですね結構学,校学生の時に苦手だったという方もいらっしゃるかもしれないですがまあ大変ですよね結構ね。で例を挙げてますけどじゃあ例えばいきなりですね「あなたのことを400字内で述べてください」って言われたらですね「えー、何を言ったらいいんだろう?」 回っちゃいますよね私はどこで生まれてどうやって書けばいいのかなとかですね何をやったらいいんだろうちょっと途方にくれたりまた書く人によってなんか全然違うですねもうすごい文学的に書く人もいればもう箇条書きみたいな人もいてバラバラになってしまいます。これはですねやっぱり小論文型って書いていくと個人のセンスであるとか技量にすごく寄ってしまうんですね。ここういったところは もちろんですね、すごくまあ才能のある作家とかであればいいんですが会社の業務として行うにはちょっとですね、まあ、危ういというかやりづらいところがあります。そこで確実ににに作ってていけるためには Q&A してあげます、えー。これもですね、例えてあげると例えばさっきの「ですね、あなたのことを教えてください」も400字以内じゃなくてアン,ゲアンケートです、ね、アンケートとか Q&A にしてあげると「じゃああなた何歳ですか?」とかね。 男性ですか女性でですすかか女ご趣味派なんですかご家族どんな構成ですかとかですねこんなふうにやっていけばこれもう誰でも書けますよねこれで全然違う内容になってしまうということはまずあまりないということでもちろんですねこのゼロから本当にセンスを持って小論文型で書き上げるよりは型は決まってしまうんですけど一定量の情報を確実に伝えられるという形になります。 えー、このですね小論文と Q&A の違いをシナリオの作り方またまあ動画内容の考え方に応用してあげるととても作りやすくなるんですね。まあ、これも大きなテーマである例えば「何々について」っていう動画のテーマを細かく分割していくもうデカルトさんが見てますね分割していく手法の一つですすすそそののの中でで一一一番かかりりやすいいが何つつを挙げてて解決していく Q&A ねその形になります。 はいじゃあですねもう一つ、まあ、小論文苦手という方もですね多かったと思うんですけど、えー、こんなこともですね皆さんかなり頭に残ってるんじゃないでしょうかね、えー、気象転結おそらく、まあ、小学校で習いますね小学校とか中学校の国語で出てくると思うんですけど、まあ、あの日本のですね国語だと文章っていうのは作文っていうのは「気象転結」ってのをつけるんですと、えー、そういうふうになるかと思います。 またですね例えばまあなんかあの小説の書き方とか、えー、そういった本とか読んでも気象点結大事ですと、えー、いうことがあると思って、えー、当然気象点結ってもちろんちゃんと有効な方法論ではあるんですが実はですねこれ万能ではないんですね。であの学校で当たり前に教えるのでじゃあこれ世界共通だろうと結構皆さん思われるかもしれないんですが実は割とこれですねローカル。 え割とローカルしかも日本であるとか中国なんかのまあえ東アジアの方ですねにローカルな考え方でして実はこれ発端がですね監視中国のですねまあ昔の監視というのがありますけどあれを綴るための方法論として気象転結っていうのは考えられたものでしてでじゃあ西洋とかに普遍的かというとまあ似た考え方はあるんですけど決して唯一のものではありません。 転結はこれがどういうところに向いているかというと物語ですねこういう昔々誰それがいました木ですよねで誰だっおじいさんはかわいい <laughs> おじいさんは山へ芝刈かりとか、まあ、そんな風に組み立てていくのは気象転結ですね桃が流れてきましたあ天だとか、まあ、そんな風なのを語るにはいいんですけどそれやってるとですね短い動画ってなかなか作りづらいです、まあ、シナリオも難しくなります。 えー、映画とかのシナリオを考えるんであれば映像でも気象転結いいんですが例えばもう内製化に向いてるようなちょっと情報をどんどん提供していこうという、えー、テイク型動画ですね、えーまあ、マニュアル的なものだったりとか、まあ、商品紹介でも役立つ情報として発信していく、えー、そういうものにはちょっと気象転結にとらわれてしまうと分からなくなってしまうという危険があります、えー、そこでですねもうちょっと気象転結を一旦ちょっと忘れていただいて。 こんんな考考ええ方でででぜひすすね考えていいたただきたいんですそれが、えー、主張と裏付けという2個だけですね2個だけをとにかくひたすら繰り返していくまたは分解していくというところです、えー、これあの言葉としてはですね「パラグラフライティング」なんていう言葉で、えー、文章執筆だと呼ばれたりしますけどそれがですね実は動画の内容作りにもですねかなり生かしていけますじゃあちょっとですね例として こんなのやってみました。まあ、例えば Adobe のプレミアプロという動画編集ソフトがありますとで、これは非常に。まあ、あの素晴らしいソフトなので、じゃあその素晴らしさをですね。使うメリットを皆さんに伝えたいという動画を作るとします。えー、その時にまず1個の大きなテーマ設定ができます。これ明確ですよねえー。プレミアプロを使う利点を伝えたい。じゃあどうすればいいか。それは個々の機能を実演してお見せすればいいんだとなります。 はい、まあ、ここ非常にシンプルですぐ設定できると思いますけどこれだけだとじゃああれもあれやってこれやってこれやってどうですかってですねどんどんやっていくことはできますけどなんかまとまりがなくなってしまうとそこで文章的に言うとですねこの大きな主張プレミアプロは利点があるそれを伝えたいという主張ですねそれをいくつかの込み出し文章的な言い方ですけど込み出しに区切りますじゃあ何でプレミアプロっていいのいくつかちょっと大きなところを 分割してみようそうすると例えば高度な色調整ができるとかですねまた音声のノイズをきれいに除去できるとかまたテンプレートがいっぱいついてるよとかですねまあこんな大きなものがいくつかあります。はい、でこれ書いてないですけどここにもだからここの機能実演っていうのがこの裏付けのとこ入ってきますね。ここうななななってくくるともうかりりりやりやすくなりますすままよねじゃあ最初に色調整こんなのできます 音声ノイズの状況こんなのできますテンプレートこんなのがありますそうですね非常に分かりやすくなってきましたでさらにさらにこれをさらにですね分割します例えば高度な色調整というところをじゃあそれどういうことってさらに分割していくとまあじゃあ例えばですね例えば特定の色だけ人間の肌の色だけを調整できますとかですね またいいっぱいビデオのですね素材が並んでるとこそれいっぺんに変更するようなやり方もありますとこんなふうにやっていくと、まあ、当然これの後にはそれぞれぞの裏付け実践が入ってます、えー、例えばまあこれは、まあ、なんか画面でですね、えー、話しているような前提ですけど例えばあのトーク番組なんかもですね大テーマがあってで中規模のテーマがあって一個一個のテーマっていうのを分けてあると。 話がですねあっちにいたりこっちにいたりせずにまあ司会の人がいればですねじゃあ次はこれについて話しましょうこれについて話しましょうとである程度時間を区切ってきれいに進めていけるとそうなっているとまとまりが出やすくて動画としても編集もしやすいというですねそういったものになっていきますはいそして、えー、さっきちらっと出てきたですね絵コンテあれがですね皆さんどうしても 絵を描かなきゃというふうに意識がいってしまうのでそれでは大変だとです、ね、思ってしまいがちなんですが絵コンテで重要なのって、まあ、絵も重要なんですけど実は本質はそこではなくて、えー、あれってのはですねつまりそのテーマを分割したのを分かりやすく表にしてあるというものに過ぎないんですね。で絵はあくまでその中の情報に過ぎなくてただ一コマ一コマで絵になっていると便利なのが えー、例えば1つの要素をですね1枚の画像で示せるぐらいまで分割してあげるとこの1個1個の分割がですねすごくやりやすくなるというところです。なので絵コンテ1枚の絵にしづらいなっていう時にはまだこの段落ですね1個のテーマが大きすぎるんですね。さらに分割してあげることで あこれを見せてあげればいいのかこれを見せてあげればいいのかっていうのが分化するのでできるので設計図にしやすいもうその通りにやっていけば構成がきれいにできていくというところにしやすいというのが絵コンテというものの実は本当の意味になってきます。で絵はですねそれを踏まえた上でさらに画面を作りやすいように補助していくというものになります。はいではですね こんな感じでザザザッとお伝えしてきたんですがじゃあ,あの質問でもですねだいぶいただいたんですけどエコンテってどうやって作ればいいんだろうというところで今回はですね、えー、ちょっと実際にどんなふうなツールを使って作業して作っていくかという一例をですねいくつかその動画を撮ってあるのでそれを交えながらお伝えしていたいますそうですね前回結構絵コンテの作り方を知りたいっていうのはお質問いただいたのでぜひ<非>はい、はい 見せていただけたらと思います。こちらをですね、ちょっと私が普段用いている方法をご覧いただこうかなと思います。はい、そうしましたらじゃあ1個目ですね。はい、じゃあ引き続き参りますね。はい、でですね、あの例えば絵コンテの描き方とかですね、結構ネット上とかあの本なんかでも情報があるんですけど、まあ一個のやり方として用紙があってですね、あのアニメーションのスタジオなんかそうですよね。それに鉛筆でざーっと描いていくというまあアナログな手法があるわけなんですが。 それも1個の手ではあるんですけど、えー、実は私はですね、もう完全にアナログ使わずにフルデジタルの形でいってます。はい。で、どんなものを使うかというと、今これ動画として出てるのが、これ Google ドライブの画面なんですけど、Google ドライブというか Google ドキュメントですね。えー、今回ちょっとフリーでも使えて、私が実際使っているものとして Google ドキュメントの方法をご紹介しますが、これ例えばマイクロソフトのワードとかですね、 まあ例えば、アップルの,のえーページスとか、いわゆる,あるワープロソフトですね、文章作成ソフト。それだったら大体同じことができるので、それ置き換えていただいても構いません。で、まずですね、普通にこの新規の文章ですね、作ります。もう一般的な A4 サイズになっている新規書類ができました。はい、そしたらですね、ここに、これポイントその1ですが、何をやるかというと、表を挿入します。 えー、表を入れる機能っていうのは大体間違いなくこの手のですね、えー、ワードとかそういったソフトにありますので表を入れるんですけど縦のこの列をそれ3列にして入れてあげます。でこの番組ですね、えー、行ですね横の行なんですけど、まあ、それは後からどんどん追加するので適当に45個ぐらいとかで構いません。3列と、まあ、何行かで表を入れてあげますするとこんな感じにできてきますね。 さっきですね、コンテンツのはあくまでも、えー、これ、表にしたものだとですね、えー、シナリオの流れを表にしたものだと言いましたけど、まさに表で作ってしまいます。ただまああの、いわゆるスプレッドシートだと、画像を入れたりするのにですね、ちょっと機能のばらつきがあったりやりづらいので、私のおすすめは、この文書系ですね、まあえー、ワードとか、グーグルドキュメントとか、アップルページとかですね、えー、そういったものをおすすめしますで。ざっくりどんなふうにしていくかというと、 まず、まあ、この幅を変えて前回ですね英語でやっちゃったんでちょっと分かりづらかったんですが、えー、すいませんこれもちょっと小さいかもしれないですけどこっち「時間」「画像」「内容」と書いてあります前回ですね「タイム」とか「ピクチャー」とか書いてあったんですけど、まあ、日本語にしてみましたこれはまあどっちでもいいですで左端に「時間の経過」ですねここに何秒費やす何秒費やすってのを書いていってそしてここに画像を入れてそして「 内容のですねそこで例えば出てくるナレーションの内容であるとかこの中の動きの内容それを文章で書いていくとこういった流れになってきますでこのですね表の形すごい便利なのが今ですねこれ何をやってるかというと、えー、画像のファイルですねそれを例えばこんな感じでドラッグドロップしてあげると今これ手書きのざっくりしたスケッチが入ったとこですこれドドラッグドロッグロプでぴったり このサイズになって入ってくれるんですねで、例えばまあ写真とかでも結構ですねこんな感じに入ってきますで、これがですねえ非常にメリットがありましてあの手書きの紙に書いた絵コンテって例えば途中一コマ抜いてなくしたりとかあこれを入れようとかですね入れ替えが当然すごいやりづらいんですねもう跡が合わなくなっていくのでつじつまわせるのが大変になっていくるんですけど当然これであれば もう簡単に行を足したり削ったりってこの普通にですね機能でできるので内容をどん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 変えたりですね調整するのがめちゃくちゃやりやすいとで例えばまあこういうクラウド系のサービスだと共有も簡単ということでもうメリットしかないというところですねであのこの文書系でやってるとこの A4 ごとにページ区切られるので紙で印刷して最終的に見るとかいうのも分かりやすくなります 結構あのスプレッドシートエクセルとかでやってしまうとなかなか見た目とですねあの画面の見た目と紙の見た目が合わなくなってしまいますけどこれは本当に見た目そのまんまで作っていけるので分かりやすいというところですねはいでじゃあこの絵はどうやって作るのかというところなんですが、えー、例えばですね私以前は半,半分デジタルぐらいでやってまして、えー、紙に鉛筆で絵を描いたやつをスマホのカメラで 画像にかしゃって撮ったりです、ね、またまあちゃんとやるときはスキャナーとかで撮ったりしてこれに入れてるっていうのだったんですが、えー、実は最近私はもう完全フルデジタルになってますじゃあちょっと違うですね、えー、動画を軽くご覧いただきましょうはい実はですね最近はもう紙でやることをやめてしまって、えー、はい あちょっと失礼しますちょっと、えー、動画切り替えますねすねごい、いろいろでも、はいって、私も、あそうか、そういうやり方があるんだっていうの、すごい今、<laughs> 実はですね、<の>もう、<laughs> 映像系と全く関係ないが関係ないけど、そうですね、確かに使い、なんかエクセルよりも今の方が、なんか、はい、そうそう、なんか、つこなんて効率的にで,できるんだなっていうのを、今、私も,もうあの、発見しました。 じゃあちょっと続きいきますね。はい、はい、じゃあすみません動画切り替えました。今出しているものなんですがこれまあパソコンっぽく見えますけど実はこれ iPad の画面でしてこれは Adobe の Fresco というソフトです。Fresco というのはですね iPad を使っていろいろ鉛筆のスケッチとか絵の具のスケッチとかですねそういったのができるソフトなんですけどまああの無料でもある程度使うことができます。でそこの中ですねでえあの絵コンテの絵を描いてます。でポイントとしては これ最初の画面の大きさなんですけど、えー、このフル HD っていうのがいわゆる映像のこの縦横比一緒なんですね16対9横16の縦16、えー、縦が9というものになってるのでそのスクリーンを作ってあげますそうするとこの完全にですね最終的な映像の画面になるとこと同じ比率になるのでそこに対して絵を描いてあげればいいというとこですね で前回もですね、まあ、私のあまりにひどい絵に驚愕された方も多いと思いますが、まあ、あの本当にそれを第三者のお客さんに見せるとかであればですねちょっと綺麗にやったりもうあの絵描ける方に清書していただいたりもあるんですけどもう設計図といってもそのあくまでレイアウトとかですねその内容が分かればいいので本当人物がこんな感じで例えば司会とかゲストとかですねどこに立つんだみたいなのの段取りが分かればいいというレベルでも全然構わないです。 で、最初にここ商品を置いて、じゃあ最初の絵はここから始まりますみたいな、この程度のメモで構いません。で、この画像ですね、もうワンタッチでパソコンに送れますので、パソコンに送ってあげた後に、さっきのですね、表の方に入れてあげればいいということですね。で、まあ、例えば、あれだけじゃなくてですね、スケッチだけじゃなくて、写真を使う場合なんかも、 だいたい写真ってですね、16対9じゃなくて、このもう少し4対3とか3対2とかですね、もう少しこの縦が長いものが多くなっています。なんか例えばパンフレットに使った綺麗な写真、これを使いたいなとかですね。そんな感じの時にはですね、最近はもうかなりいろんなところのトリミング機能というのですね、これ iPad のこの標準のカメラのトリミング機能なんですけど、16対9。 この数字はでですすねね覚えておくといいです、ね、16対9に切り抜くっていうのがあるのでそうするとあ実際に動画の画面に入るとどこまでしか見えないんだなっていうのをこの時点で調整して最終的な画像にできるのでそうやってあくまで設計図なので動画の材料としてですね比率も揃えたものを絵コンテンツに入れてあげることによってじゃあ画面にこれとこれが入る最終的にこんな雰囲気の見た目になるんだなというのを。 分かりやすいでここの一個一個はですねさっきの、えー、やったような感じでできるだけ分割していってもう一枚でですね一枚で一枚の円のところでやること一つ、えー、じゃあ何々をご紹介しますこうやりますこうやりますぐらいにシンプルになっているととても、えー、構成が作りやすいそういった形になってきます。 えこれはですね、まあ、あの割と今紹介動画的な解説動画的なニュアンスで言ってますけど例えばトークのテーマをこう切り替えていくとかですねそういったところでも使いやすいと、えー、そういったですね、えー、使い方ができるので是非このやり方ですねとてもおすすめなので、えー、試していただければなと思います。ありがとうございますココメントでもこれはクレスコに、はい 関してか手書きで挑戦していたのでこ,れやれこのやり方良いですね、実践してみますっていう,うあのコメントいただいているのでもし,なんかもしフレスコっていうあのソフトを使ったことない方は手書デジタルで手書きができて今のところぐそのまま持ってきますもんね、グルグルスプレッドシートにね。のままねなので写真だろうが何だろうがいろいろなものをこう最終的にはスプレッドシートに集約するっていうのはかなり便利ですよね。はい もう本当にあの鉛筆で頑張ってやっていたのがですねあのかなはるか昔みたいな感じになってますんでこれ非常におすすめですね絵力に関して大須賀さんに親近感湧きます、はい、コメントが来て <laughs> そうなんです <laughs> でもまあ,あの全然だめじゃないあ,のあ,あ,あれでもイメージが伝わればいいんですも、ね、んねもちろんちゃんと描けたり、まあ、それじゃわからないってものもあるはあるんですけど、はい、もうあくまで例えば ここに誰が立つっていうのが分かればいいっていうのはですね。うんうん、もうあんなものでも、私程度でも全然いけますので。はい。わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあ、引き続き、ちょっとですね。はい、あの、まあ、これで、まあ、え、コーンテまでできましたというところですね。まあ、これもまだ細かくいくといっぱいあるんですけど。じゃあ、収録に入っていくところで、ポイントとなるところですね。これもお伝えしておこうと思います。じゃあ、スライドに戻ります。はい。まあ、動画といってもですね、本当、ジャンルが多岐にわたるんですが。 今回はですね、まあ、特に実写ですね、カメラで撮影するっていう場合に広く使えるものをいくつか集めていました。で、ポイント3つです。画面より音、まあ、特に言葉ですね、それを優先で考える。そして映像は固定複数のアングルで。で、3つ目、これちょっとわかりづらいかもしれないですが、チャンスの回数を意識するえ。この3つは大体のジャンルに使えるポイントになります。じゃあそれぞれいきますね。 まず画面より言葉優先で考える音優先で考えるというところですが大体ですねまあ音が大事っていうのは、まあ、まさにこのセミナーなんかもウェビナーなんかもそうですよね皆さん画面はまあ多少あの低解像度になっても声がはっきり聞こえてれば成り立つと実際動画もそんなのは結構多かったりして声をはっきりさせましょうっていうのは結構常識になりつつあります。で当然でですすねあのじゃあいいいいマイクをを使まましししょょううううとかどういう編集をしましょうっていうのも大事なんですが えー、すごく大事なのが一番大事なのがですねあのマイクっていうのは前回もちょっと言いましたけど距離が変わると音が変わってしまうのでなるべく一定ののの距離ででででずっっとと喋っているる不思議なもんん人間の身は慣れるので聞きやすいんですね結構すごい再生回数を上げている YouTuber の方とかでも全然スマホのマイクで撮ってる方なんているんですけど結構ですね割とあの再生回数を言ってる方って無意識かもしれないんですがあんまり声の。 音質が大きく変化してないな方多いです。多分無意識でやってるのかもしれないですがだいたい同じ距離で一定時間は喋っていてすごくですね頻繁に変わって聞きづらいってことがないことが多いのでまずはもう道具が何,何もない状態であっても距離を一定に保つこれやるだけで聞きやすさはですね大幅に変わってきます。でそれを踏まえた上で、 これ2段落目がですね今回一番ちょっとお勧めしたいところなんですが、えー、騒音音ののの元を立つのは困難難、えー、ってでですすねねななかなか防ぐの難しいんです、ね、で例えばですねもう防音のカーテンとか入れてもなかなか外のしゃべり声とか大きな音って防ぐことできないんですけど、えー、実はですね見た目の方がルックスの方がごまかしやすいんです。 例えば、今このウェビナー画面も、えー、私が仮に下半身、パジャマのままでですね、起きたパジャマのままで、上だけ着替えてやってても分かんないですよね。でも画面の外になってれば全然分からないと。で結構内製動画でありがちなのが、あ、じゃあうちのこのエントランスのところがかっこいいから、あそこで撮ろうよとかですね、場所を先決めてしまって、えー、そこで撮ってると、お客様が通ったり、もう隣の会社の方が通ったりで、音がすごいしてしまうとかですね。 で苦労するちょっとノイズを抜けないでしょうかってなってしまう方すごい多いんですけどこれなかなかちょっと NG パターンでしてまずは音を優先してあ,あんまり外の音が入ってこないかな変に響いてしまわないかなっていうところをやった上でじゃあそこで画面に映る範囲だけもう画面の一歩出たらですねもう段ボールが積んであっても何でもいいのでもう見える範囲がきっちりになっていれば動画として成り立つのでそういった意味で音を優先で考えるっていうのをおすすめできます。 まあこれもですね音と映像をちょっと分割して考えて音の方を優先するという分割の一種ですねで最後これは本当コツなんですけど始めと終わりは3つ数えて分けるって言ってますけど結構ですね例えば喋る動画なんかの場合は慣れない方って結構ですね全部言うことを言い切った後に一瞬で何か。 ふっっとと気が抜けてしまって、しまああ今の失敗だとかです、ね、こんなになったりまあ音もそうですし顔もそうなんですけど、えー、編集でつなぎにくくなっちゃうんですね。なので、えー、音はもちろん音優先ですしあと画面もそうなんですけど例えばこれは何とか何とかですって言い切ったらすぐに例えばうまくいったも失敗したも顔にも声にも出さずになんとかです心の中で123って数えて振って抜くと。 すすすごくく編集がしやすくなりますこういったところもですねちょっとやっていくと編集の手間はここなんかうまくつながらないよっていうのがだいぶ解消できるのでこれ是非ですね意識していただくと始まりも一緒ですじゃあどうぞはい、いきなり始めますっていうじゃなくて少し間を置いて「皆さんこんにちは」って始めるとかですね前後の間は編集のしやすさに大きくかかってくるので是非焦らず3つ数えてください。 はいでは次、映像は固定複数アングルでというところですがやっぱりですねカメラって動くと動かすの大変なんですもうはるかに難しくなります、えー、前回もちょっと言いましたけどスマホのカメラも三脚で固定してると結構おおこんな高画質かって見えるんですが手で持ってグラグラになるともちろんグラグラだから見づらいのもありますし映像って変化が大きいほどあのノイズが出やすくなりますなので全体的になんか画質が悪いって感じになっちゃいます なので、なるべくですね固定してでいわゆるパンっていう横に動かすなんかもありますけどあれも結構、ですね割と、えー、ある程度知識がないとうまくいかなかったりするのでカメラを動かして例えばアングルを変えるんじゃなくて固定して例えばある程度撮ったらじゃあ、まるまるアングルを変えて場所方向を変えてまた固定で撮るとかですねそれを編集でつないでいくとかやった方がカメラ慣れていない方でもはるかに綺麗にやることができます。 この上の上つがそうですねで。最後に1アングルは最低10秒は撮るってあるんですがこれ特にですねあの写真慣れてらっしゃって結構絵をきれいに撮るスキルはあるって方なんですけど動画をやってみると写真の癖が出ちゃって写真はパチッってやったら終わりなので結構ですねちょっとの間しか撮らないってことがあったりするんですがそうすると素材として使いづらいので、えー、これですね実際割とですねあの 新聞記者さんとかの研修でも言われてることなんですけどもう写真の考え方捨てて1個何か撮り始めたら10秒間は我慢してそれを撮り続けてくださいみたいなことよくありますこういうのも意識するとですね素材として使いやすいものができてきますはいでチャンスの回数というところですねやっぱ素材というのはですね結構苦労しますもう編集してるとあこんな 映像があったら楽なのにってのがあるんですけど、えー、例えばですね、特にチャンスに直結するところでは、例えば年に1回何かの展示会に出すとかですねそういうと、そういうところっていうのは直近で使う予定がなくても、いろいろ撮っておくとですね、役に立つことが多いです、えーまあ。特に展示会なんかだとその分野の専門的なところはですね、普段出さないようなものもいろいろ展示してたりとかで、素材の方向になるので、まあ、そういったものを収録しておいて、 である程度ですね、まあ、データベース化しておけば、ああの時のあれがある、これでつなげるぞっと、ですわ、ね、りと苦労せずに作れるようになったりします。あと、ですね素材サービス、まあ、アドビでもアドビストックとなってますけどえ、そういったもので手に入る、例えばえ渋谷のスクランブル交差点を行き交う人なんて、ですねもうすごい綺麗な映像でいっぱいあるんですけど、えじゃあ、そういうイメージを使いたいから渋谷に行って撮ってこようって、これそれで半日潰れちゃいますよね。 素材サービスを使えばもうかっこいい渋谷の交差点の映像がパッて手に入ると。かなりいろんな種類のものがあるのでそういう、えー、有,有料とかですね無料とかの、まあ、そういった映像素材で大体できるものはもうそ使ってしまった方が早いと。そこもある程度割り切ってあげるとですね、えー、かなり便利になります。あと3つ目これもちょっとあの上2つと似てくるんですけどインサート素材って言ってますけど例えば 2、えー、人がずっと対談してる動画でもずっと喋ってるところばかりだとですねあまり、えー、ちょっと起伏に欠けるので例えばその部屋の中のインテリアであったりまた話しているテーマのものがそこに置いてあったらそれをアップにした映像とかですね時々挟んであげると、えー、結構ですね、あのー、メリハリハがついてきますこれはですね、あのー、もう一個利点があってそういう映像素材がいっぱいあるとつないだところ会話をちょっとちょん切ってつないだところを隠すのにも 役立つので、えー、ぜひ多く撮っておくといいかなというところですねはいじゃあ、えー、スライドのところはこれぐらいでまとめに行くんですが、えー、映像制作ですねもうやられ始めてる人は人格かもしれないですが困難がどんどん出てきますけどその時はですねデカルトさんの顔を思い出して分割せようってですねきっとこの辺に浮かんでくると思うのでそれを思い出していただいてあ今これやるの大変そうだけどちょっと分割してみようあ これとこれこれに分割できるな、あ、1個これやるのは簡単じゃないかと、これはもうシナリオの段階から収録の段階まで全部にですね、使える考え方です。えー、ぜひですね、これを活用していただいてですね、えー、ぜひさらに実践的な一歩をですね、踏み出していただければなと思います。 はい、ではスライドはこんなところで、一回田中さんに行こしかな。はい、ありがとうございます。本当になんか実践的なティップスを。えっと、教えていただいて、ありがとうございます。ます結構ちょっと。今チャットボックスにも質問が来ているので、はい、そのあたりを今の流れで。えっと、聞いていきたいと思います。はい、あとごめんなさい。私がさっき、多分スプレッドシートっていう。 あのコメントしたんですけど、あれ、Google ドキュメントでしたよね、ごめんなさい、使ったのはそうですね、Google ドキュメントを使って、コンテを作っていただいてました、はい、あとは、えっ、ー、と、音関係で何個かあって、なるべく避けたいんだけども、なんか機械音を取りたいらしくて、はいはい、なんかそういう場合に、その音をフォーカスして取る。 はい、なんかおすすめの撮り方とあとはまあ単純に、はい、23名の、えー、とインタビュー的なものを撮りたいんですがおすすめのマイクがあれば教えてくださいという今、はい、えと質問が来てます、はい、まず機械音ですがあの結構、ですね例えば割とこの今、Zoom 通話とかで使っているようなマイクっていうのは人間の声にフォーカスしたものが多くて結構、機械とかの音は人間の声と全然違う低音であったり逆に高音であったりっていうのがすごく。 入って機械系の音をもうなんかそのリアルに撮りたいのであればおすすめは、えー、単体の p c m レコーダーという名前で Amazon とか見ていただくといろんな種類のものがありますいわゆる IC レコーダーのちょっといいやつみたいなやつなんですけどかなりですねだいたい1万円ぐらいのものとかだと、えー、すごくすごいリアルなもの 音で撮れたりします車のエンジン音とかですねそんなのも全然違う迫力とかで撮れたりするので、えー、PCM レコーダーってキーワードで探していただくといいものがいっぱい見つかるかなと思います。でもう一個あった複数人の対談なんですがえっ、ー、とですねあのやむを得ない場合を除いて1本のマイクで全員をバランスよく撮るっていうのはすごく難しいです。ももう慣れてる人でで難しいのでおすすめは、えーまあ、ワイヤレスが ワイヤレスのピンマイクがあれば自由度は上がるんですけどもうこういうマイクでもいいです。これは実はカラオケ屋さんにあるのと同じようなやつのちょっといいやつのダイナミックマイクというタイプなんですがこれ周りの音があんまり入らず口を近づけた人の声しか入らないので動画と考えずに例えばイベント会場であのマイクそれぞれ持って話しますよね。あれの音音をそのままです、ね、録音すすね録るる感じにすると 1> 1本のマイクでバランスよく撮るよくるりもちょっと明瞭に撮れますで可能であれば、えー、そのさっきのレコーダーとかも1本1本のとバラバラに撮れるやつがあるのでそうすると編集の時に声の大きい人をちょっと下げて、えー、声の小さい人を上げてっていうのができるので、えー、低コストやりやすいのであればこういう線がつきますけどこういうダイナミックマイクとかまた、えー、ちょっと予算とかがあればワイヤレスピンマイクとかもいいですけど1人1マイクにするのが 結局のところ、ですね一番あの最終的にやりやすいです、接点が面倒ですけど、編集しやすくなります,そうですよ、ね、編集を考えても、それぞれの人のこうか声を調整したいとかなったときは、うもう確実に1人1個のマイクがある方が、それが高価なマイクじゃなくてもいいから、1個ずつを用意するのは大事かもしれないですね。 極論すると一本の10万円のマイクよりも1000円のマイクが3つ貼った方がいいと、うん、すの、ね、で、うん。なるほど <laughs> なので参考にしていただけたらと思います。今のが音関係なんですがえっ、ー、と撮影関係でもですねいろいろいただいてまして、はい、えっとまず。 やっぱり撮影機材おすすめありますかっていう質問をいただいててこれ前のシリーズで第4回目にえっと撮影機材のお話をしておりまして YouTube のアーカイブとブログの方もありますのでえっとご覧ください。やっぱりよくあるのは iPhone とか一眼カメラとか業務用ビデオカメラはいあ今、ちょうどそうですね。ブログをえっと出してこのの時もその それぞれのカメラの役割だったりっていうのを書いているのでまずはえっと参考にしていただけたらと思いますが大須賀さん的になんかカメラのおすすめ、はい、今日もですね、はい、一眼カメラと映像専用のビデオカメラどっちを購入すべきでしょうかっていうご質問があるんですが、はい、そうですね、はい、あのまず、まあ、スマホのカメラのまずあの性能っていうのはものすごく上がっているのでさっきも言ったように例えば校庭で撮ったりすればかなりですね、えー 綺麗に映るんですががその綺麗さのさ意味いいろろありましてスマホが得意なのはもうかっちり明瞭な、まあ、例えばテレビで言うとバラエティ番組みたいな絵を撮るんであれば結構ですねスマホでいけるんじゃないかスマホと照明とかでも雰囲気は出せるかなと思いますで一方スマホだとさすがにちょっと難しいのがもっとですね例えばブランディングを考えたようなもう映像を見るだけであ美しいと感じるようなもの これカメラというかレンズなんですが一眼も最近の映像専用カメラも、えー、カメラ自体がの性能がいいっていうのもあるんですがだいあの息を飲むような美しいいいボケが出てるのやつっていうのはレンズをいいのを使っているのが多いので、えー、そこら辺手間も上がってしまうのでどう撮るかっていうところですねだんだん、えー、そういうところが必要なければむしろスマホであるとか逆に家庭用ビデオカメラとかでも結構きれいに撮れてしまうので。 えどっちに比重をかけるかというところが大きくなっていくかなと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、比重、まあ、いきなりね、なんかその高いカメラを買わなければいけないというわけではないけれども、えー、ま一応いろいろそうですね、試してみてっていうのもあるんじゃないかなと思います。あとは先ほど素材サービスのあのー、お話あったと思うんですけど、素材サービスのおすすめはい。 あ,のあったら教えてくださいということなんですけど、はい、まさにまずは Adobe としては AdobeStock があるのでまずですね AdobeStock ご覧になったことない方いらっしゃったら是非 AdobeStock 見ていただいてあのまた契約もろもろはその、えー、とご加入頂い,いているプランによっても変わってはくるんですけれども、えー、と今写真もですね動画の実はあの写真 ストックサービスってイメージすると写真があると思うんですけども結構そのプレミアプロで使えるテンプレートだったりあと音も、ね、6月から入ってるんで結構使えますよねストックはそうですねあと最近なんか無料の素材がかなりそうなんですあのキャンペーン的にですねいくつかあの素材を使うことができますので、えー、ぜひですねあのアドビストックあの見たことない方いらっしゃったら あのー、まずはアドビストックって検索したらいろいろ出てくるのでぜひこちら今ちょうど、はい、画面出てると思うんですけども見ていいたただけたらと思います素材からアイデアが広がったりもありますもんねうん、うん、あこんなので使えるかなっていうのが<あ><と>そうですね素材からアイデアが広がったりしますよね、えー、うんうんうん あれですよね大須賀さんがテンプレートとかはあれですよね出してたりしますよね。あとで,、ね、<laughs> でまたあの、はい、告知あるかもしれないですけども。で、はい、<laughs> ですね。はいなのでそうですね質問的には一回ちょっとここの辺りで今の質問はえー、っと。 ここまでにして事前質問も実は結構いただいているので、はい、ちょっと時間はあれなんですが事前質問の方にいきたいと思いますはい、はい、ではさまず1個目事前質問のところを見てみましょうかはい、えー、と編集にすごく時間がかかるので時間短縮できる方法を教えてくださいと永遠のテーマですね。はい、永遠そうですね <laughs> そうですねこれも複数名の方から、はい、はい、い,ただいてますが あのやっぱりですね、まあ、映像の専門家でもゼロかかから作るるのっってすすごいやっぱ時間かかるんですねで何に時間かかるかというと取ってきた素材特に他の人が撮影したやつとか中身どんなものだろうって確認して使えるところを探すとかそこがすごく時間かかってしまいますそこでそれをなるべく省いてあげる確認の時間いらないようにしてあげるとどんどんですね、えー、早くなっていきます理想は本当にあに一発撮りで切るとこないってなやるともう 最低限字をちょっととつけけるだけとかでで済んししまいまいすし例えばですね本当に時間かけられないんであれば間違ったところだけ切るという前提で基本もう切らないという前提で取ってそれでやっていくっていうのがですね結局速くなります。もうあのこれは慣れてる人がやる方法論でも同じようなものだったからスピードアップできるのでもう、えー、例えばテクニックをつけるとかよりも取り方を考える特に今日やったですねあのような形で分かりやすい構造にしていけば ある程度まとまって編集があまり必要ない形で撮るってこともできると思うのでそうやっていただくとですね手間がかなり、えー、省けていくかなと思います,、はい、あ,といますあとはもう本当にティップス的なんで今日あったやっぱり3秒開けとくとか、はい、10秒撮っとおくとかあれ、ね、もうそれであの編集作業効率はだ全く変わりますよね。はい あとは、まあ、あの、手前見スて、やっぱりプレミアプロのアドビ先生っていうね、機能を使うことによって、やっぱり無駄な、無駄作業っていうか、作業の、こう、かかっていくところは、ある程度、そういう AI 技術に任せるっていう点でも、作業効率っていうのは上がってくるのかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、では、次に行きましょうか。はい、はい、次の質問は、えっと、動画内製化に必要な人数、スキル、アイディアを生み出す方法で、 なんかいいのがあれば教えてくださいというご質問です、はい、そうですね、まあ、人数というのは当然その作りたいものによって人で必要というのは変わってくるんですが、えー、おすすめは最低でも二人ってのをおすすめしますでこれは単に2名だけでどっちが何でもやるんじゃなくて一人は内容今日やってるのですねシナリオとか内容を考えるのを主にやる人もう一人はカメラを操ったり編集ソフトをやったりという技術面を主にやる人と、えー、それを分けておくだけで 例えばですね、まあ、片方が何回取られてる間にもう片方の作業を進めるとかそういうところもできますし、えー、かなりですねそれぞれの客観的な見方もできるので効率的になってきます。でこれやるとですね1個が編集に入れば次のシナリオをもう,もう1人が作り始められるのでその編集上がったら確認するまでですねもう進め方も効率よくできるので、まあ、最低限2人で、あのーまあ、あまり多くてもちょっと。 えー、困ってしまうんですけど撮影の現場では、えー、それを踏まえた上で他にですね、えー、いろいろとあの実はもう雑用をこなしていただくって聞こえ悪いんですけどそういう人が一番大事だったりしてて「あちょっと何々さんこれやってください」って基本仕事は決まってないんだけど何でもやるっていうですねアシスタントの方が一人いるだけでめちゃくちゃ助かります。なんでで、えーまあ、メイン体制2人で例えば 撮影の時だけお手伝い1人とかそんな感じは割といいかなと思います。でスキルなんですが、えー、結構ですね重要視したらいいかなと思うのが動画よりも静止画ですね写真とか図版とか結構使うことが多いのでソフトで言えばプレミアプロとかももちろん大事なんですけどフォトショップとかイラストレーターとかですねあれ多少使えると、えー、パンフレット素材とかウェブ素材とかを簡単に動画素材できるのでとても役に立ちます。アアイデアのとこなんですけど 例えばもちろんですね他の動画の内容そのままパクるとかはですねこれ絶対ダメですけど、えー、あのま真似しちゃってもですね絶対あの真似しちゃってもあの罪にならないと,ものところとしては構成とかですねあ今日やった紹介したやつで逆に他の動画を分解してみてあこんな構成になってみるんだじゃあ、えー、うちのちょっと動画に応用してみよう全く同じ構成でやってみようみたいなのはこれは全然その登用、えー、に当たらないので どどんどん参考にすするのいいいかなと思います、えー、特にですねおどうしても同じジャンル、あのー、例えばうちはじゃあカメラメーカーだから他のカメラメーカー見てみようとかなりがちですけど全く違う業種のですねだけどあこの動画なんかいいなってものを構造だけ全部真似して作ったりするとそのジャンルではですね非常に個性的になれたりとそんな言い方もあるのでちょっとそういうアンテナの張り方をしていただくといいかなと思います。 なるほどありがとうございますそうですねいろいろ見るとあの自分の最終的にやっぱりオリジナリティのものにこう集約できると思うので、えー、いろいろ見るっていうのはやっぱりあの有名 YouTuber だったりとかやっぱり今有名になっている方々も海外の見たりっていうようなやっぱ参考にしてますよ声は聞くので,で、ね、ぜひですねいろいろ見ていただくといいのかなと思いますはいではですね次の質問に行きたいと思います。はい はいこれもまさに今日のお話の中にあったものと,あ,、まのとね、あとはなんか似たようなそうです、ね、ご質問をちょっとまとめている部分もあるのできょうも外注するべきあの動画は何ですかっていう質問がチャットボックスに来ているのでそのあたりも含めて、えっとはい、お話しいただけると嬉しいですはい、まあ、今日ですね、まあ、アーカイブでももう一度ご覧いただければと思うんですけどやっぱり気象転結っていうのは結構ですねそののを作っていくのが 長くなりますし、まあ、物語とかであればいいけど簡潔にしていくのは難しいので今日ご紹介したように、まあえー、主張であるとか結論ですねそういうはっきりしたものとそれを裏付けるものっていう繰り返しを作っていってそれを細分化したりですねしていくと、えー、だいぶ作りやすくなってきます。でそれがですねやっぱりつできないものっていうのはなかなか内政化もしかしたら難しいってい場合もあるかもしれません。例えばじゃあ会社を紹介するというもものでも 今のですね例えばうちはこんな業務をしてますっていうのを結構リアルタイムどんどん更新していくような形で作るのは内政向いてますけどじゃあ歴史のある企業で100年の歩みっていうのを作ろうなんていうとこれはもう逆に物語にした方がいいものができたりすると思うのでまあそれあの社員の手で作るのがもうなんていうか一個のいいレクリエーション的なものであれば全然いいんですけど、えー、質的に上げるのであればそういったものを外注するとかですねなのでそういう分解がしにくいものは、えー、プロに頼ろうという。 そういう判断基準はですね、まあ、この間補足する形だと一個ありかなと思いますはいありがとうございますそうですね、まあ、いろいろあの絶対全部が動画内生活した方がいいというわけではないというところもあるのでそのあたりの見極めだったりっていうのも、まあ、やってみてわかる部分もあるのかなとは思いますでちょっといろいろですね事前質問もたくさんいただいてて用意はしているんですけども <laughs>、えっと、チャットボックスでも結構 ご質問いただいているので、はい、ちょっとそっちの方に、えー、と事前準備なしですが、はい、大須賀さんにぜひ、ね、<laughs> えっとなんかプロモーションビデオと絵 <laughs> コンテ系の質問がですねやっぱりまだちょっと来ているので、はい、えっと例えばプロモーション動画を中の絵コンテ作る上でなんか定石シナリオ的ななんか。はい か例えばなんか前なんか別の講座でなんか「ニーズ喚起商品説明クロージング」みたいな、はい、流れがいいみたいなの別で見たことがあるんですかっていうようなご質問て、えー、なんかな大須賀さん的になんか、はい、こういう作り方がおすすめですとかあったら教えてください。はい、そうですね PV で結構究極の方法というかもっとあのめちゃくちゃ単純明快だけど効果的となるんですが、はい、もう音楽に頼ってしまうというやり方がありまして,、はい、してまああの。 ちゃんとと使っってていい前提の音楽があったししましてやっぱり音楽ってその中でも盛り上がるとことかですねあの流れができているのでじゃあそ,それをちょっとな静かな部分がある、だんだん盛り上がってきた「あサビですごい盛り上がってる」とかそういうとこにしてじゃあそれぞれのところにこの静かなところでは商品の特徴とかをやっていってだんだん紹介してきてで盛り上がったところでじゃあ、えー、もうですねその使ってる人がすごく 楽ししそうにてなるべくイメージしやすくなると思うので、えー、一個の形ってその音楽の展開に合わせるだけでもう例えばもう素材をですねわりと並べていくだけでもすごい何ていうかエモーショナルなものに見えたりするので、えー、それ一つおすすめですね。そういうまあゼロから作っていって後から曲を考えるとかもいいんですけど曲先で考えてしまうっていうのは結構実は僕もかなりやったりするので。うん 一個お勧めできる手段かなと思います。なるほど。それってなんかごめんなさい。私の質問なんです。どっち結構やっぱり先に曲を選ぶべきですか、後から選ぶべきですかって質問って他で講座をやってても出てくるんですけど、えー、どっちがおすすめですか。私としては先に曲があった方があの天なんていうか展開は作りやすいのかなと思いますね。なるほど。はい。かりました。なんか合わせるとなかなかた後から。 曲ののの方を合わせるのが大変だったりすすでで、うん、そうですねやっぱりその、ね、曲の起伏に合わせて作っとくとまたその映像のクオリティがぐっと上がるっていう部分もありますよねな,なのでそういうところもあの意識してみるのがいいのかなと思います根底も作りやすいですね、まあ、何小節これとかで音楽の単位で分けやすいので。 なのでそんな作り方も1つの作り方としてあるかなと思います。あとは絵コンテの時に何かモーショングラフィックの効果を何か表す方法がありますかという質問が来ていますが何か、はい、かありますすねねそうです、ね、あの絵コンテもあれ完全に1コマ1要素で固執しなくてもいいので例えば絵のところだけモーショングラフィックスの展開がまあ 映像あの画面が 3, 3コマぐらいあればわかるんであれば、えー、絵のとこだけ3位を使ってしまって展開を表すとかですねどうしてもその動きが決定だになるところはそんな使い方してもいいかなと思います。まあ、原則あの1コマ1要素ではあるんですけど、まあ、そういった部分的に例外で使ってあげると例えばここで,あれです、ね、モーショングラフィックスだとパーティクルが弾けるとかそんなのをあの画像3枚ぐらいで表してあげるとかですね、まあ、そんなのも有効かなと思います。 はいありがとうございますあとはですね、えっ、ー、と、ごめんなさい、アドビストックの話で、あの、コンテンツフリーですかっていう質、あの、大型映像とかで、あの、流していいですかっていうのは、一応ですね、えっと、コンテンツフリーではあるんですが、条件によって、えっと、また金額だったり変わったりとか、あとは、あの、ご自身の契約内容によって変わったりするので、そのあたりは、あの、 えっと規約だったりとか条件をですね一度ご覧いただいた方がいいかなと思いますのでその辺りもえっと見ていただけたらと思います。基本的には著作権フリー著作権があの購入いただいたら著作権フリーにはなりますがその何人見るとか何人見るとか 何何十万部のカタログに印刷するとかで金額が変わってくる場合がありますのでそのあたりはご確認いただけると幸いですはいというところで,です、ね、すいませんいろいろですね、はい、ご質問があるんですがです、ね、<laughs> もうそろそろ時間に近づいてきましたのでえー、っとここでえー、っとご質問は以上となります皆さんご質問いただいてありがとうございましたありがとうございましたはいではですねここからは簡単に告知だったりをご紹介したいんですけれどもえー、っと今日はウェビナーでご紹介してるんですけどアドビー ページにですね動画内成化のページというものを、えっと、作っておりますのでいろいろです、ね、更新もしておりますのでもしよろしければ、えっと、ご覧ください。結構まずやっぱり動画内成を社内でこう認知させたりですとかするのが難しいという話をいただいたので結構数字的な部分を入れたりとかあとはメリットそしてですねそのアドビ製品の使う上でのメリット だったりあと、事例というものもですね、ご紹介しておりますので、あのぜひこちらのページもあのご参考いただけますと幸いです。はい。であと、大塚さんからも何か告知があれば。はい、じゃあ、すみません、ちょっとだけ宣伝させてください。はいえー、8月にですね、Adobe Premiere Pro 超効率活用術という本を、えー、原稿者というところから出しました。この写っているものですね。でもちろん使い方も分かりやすく書いているんですが、えー、すぐにですね、動画に使える映像素材とか音楽素材とかが、 容量にして30ギガくらいありますかね？数十ギガ分ぐらい、えー、合計999個ダウンロードできますので、ごい。いやそれ本当あかなかあのおなおすすめの素材サイトストックサイトって皆さん言ってアドビストック以外にって。 おっしゃってたんですけど、まずこの本を買って落とすのが私は <laughs> いい気がします,す、ね。ありがとうございます。はい、<笑><笑>ぜひぜひお使いいただければと思います。そうですね。なかなかそのね何百個をフリーで使えるっていうことはないと思うので、ぜひこのあたりもあのプレミアプロを本当に習得したい方も注目いただけたらと思います。はい、ありがとうございます。です今日は第二回もあっという間にえっ、ー、と終了に近づいていた。 行くんですけども、えっと第3回のもうそれが最終回にはなってしまうんですが、日時が決定しております。えっと次がですね。12月8日の12時からこの時間からえっと第3。今日から始められる実践動画内製化第3回はフットワークの軽さが魅力。2020年代スタイルの動画編集と発信術というなかなかなんか魅力刺激的なタイトルなんですが、簡単に内容どんな感じか教えていただけますか？ はいあの結構1回目、2回目です、ね、わりと、わりと、なんていうか、座学的なところが多かったと思うんですが、えー、次はかなりまあソフトの動きを見ていただくところが多くなってきて、具体的にはですね、えー、プレミアラッシュというまあソフトですねあの、プレミアのファミリーの中のソフトの動きを中心に、実際にも作っていてで、発信していくというところですね、そこをかなり具体的に、もう多分3回の中で一番具体的にご覧いただく回になるかなと思います。はい なのでもしお時間あればぜひ第3回目も皆さんご覧いただけたらと思います。はい、今日はもう困難はまず分割せよ,割せよ、ね、はい。<う>覚えて帰っていただけだったらと。らこの辺にデカル,<の>デカルトさんがあるってる、ね、いることを、はい、あの思い浮かべてと思います。はい、ではこれで以上で今回のウェビナーは終了となります。皆さんご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。